皆さんこんにちは、Bレジェンド栄養士の板垣です。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の堀です。はい、恒例のゆるいでレビュー動画、はい、今日も食べに来ましたよ。はい、来てもらいましたでは今日は前回作ったミルキープロテインを使ったオフのフレンチトースト、フレンチトースト合ってる、あ、フレンチトーストですね。すごくないですか、うん、オフでフレンチトースト作るっていうのってすごいと思います。パン作っ、パンで最初作ろうとしてたんですけど、どうしても結構カロリー上がってしまうので、ちょっと麩使ったら意外性もあって面白いかなと思って選んでみました。楽しみですね、はい、めっちゃ楽しみ。ありがとうございます。ではどうぞ。あ、いいですか。はい、ちょっと、はい、見てください。ちょっとおしゃれな感じで蜂蜜なんかかかっちゃっておしゃれにしようと思ったんですけど、結構ミルキーがね、だいぶ雪積もっちゃってるなって感じがするんですけど、もうすごいいい匂いしてますよかったです。では、はい、今日は忘れませんよ。あ、ではは、はい、ではご一緒に、せーの、いただきます。ありがとうございます。おしゃれですよ今日は。ナイフとフォークある。結構ナイフ入れた時もサクサクな感じですね。好きなタイプのやつだ。あ、よかったです。こんな感じですか。これは、はい、はまりますね。あ、よかった。なんか食感とかってどんな感じですか。パンで作るよりももっちりしてて、弾力があってすごい面白いです。めっちゃ美味しい。これは何だろう、美味しいぞ。あ、よかったです、ね、結構パンと違って食感が変わるんですけども、結構水でどれぐらい戻るかによってもちもちの具合が変わると思います。このフレンチトーストなんですけども、エネルギーが339kcal の脂質が 35.6g、 脂質じゃないわ、もう本当に、もうなんだろう、頑張れ私、はい、頑張れ高木、はい、このフレンチトーストなんですけども、エネルギーが 339kcal、 タンパク質が 35.6g、 脂質が 11.8g と炭水化物が 17.8g ですね。このパンだとちょっと炭水化物量が上がってきます。でこれが蜂蜜なしの分になりますので、蜂蜜ありの分は概要欄に貼っておりますので、そちらをご参照ください。はい、うん、こんな感じですか。完食ですか、うん、早い、はい、私が噛んでる間に全部食べてもらいました完食です。ごちそうさまでした。なんかすごい綺麗な感じ締まりますね今日。これででも339kcal っていうのね、ちょっと驚きながら食べてましたよ今。あ、そうですね。で、タンパク質ももともとこれふって小麦のグルテンでできているものなので、小麦タンパクですよね。あと卵も入るので、ちょっともともとなしだと、14.6g とあったので、高タンパク質のスイーツだと思います、うん。これは嬉しいですね。ミルキーのこのミルク感がすごいいい味出してます。そうですね、今回牛乳に浸してなくて、お水で、ミルキー溶いたものを浸したので、うん、結構牛乳の分のなんか費用も抑えることができるので、結構節約レシピなのではないかと思います。これはぜひ試してほしいです。ぜひぜひ、おすすめ。はい、ぜひ皆さんにも作っていただきたいです、うん。では、今回のミルキープロテインを使った、フレンチトーストを作ってみたい方は、ぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録もお願いします。またコメント欄にもリクエストを受け付けてますので、どしどしリクエストいただいたら、私がちゃんと勉強して作ってこれるように、はい、頑張ってしたいと思います、はい。もう夏休みの宿題ですよね。はい、だと思ってやっていきたいと思います。お家にいる時間も増えてきてる今日この頃ですので、はい、ぜひ。ぜひその時間使って試し作ってみてください。はい。また感想などいただけたら嬉しいです、うん、はい、ではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。